うわぁ、雨降りそう。さっきポツポツ来てたからな。最悪今日中止あるかもです。久しぶりね、エブリィをいじろうかなと思って外を出てきたんですけど、天気が悪いそしてセミが元気ということでね、もうかなりね、セミの声が入ってたらごめんなさいはい、で最悪ちょっと今日撮影できるかなってとこだったんですけど、久しぶりにエブリィいじりの動画出したいなと思ってるんで、ちょっとやれるところまでねやっていきたいと思います。それじゃあ今日どんなものを装着するかっていうと、ドンと、はい、ということで、ただいま 28.4 度、うん、まあまあ暑いですね、はい、でもまあやれなくはない、うん、おし。で、今回、ご紹介するのが、こちらですね。せーの、よいしょっと、はい、ストラットバ、タワーバーですね、はい、今回は、こいつの開封と、取り付けをやっていこうかなと思います。ということでね、今回ご紹介するアイテムがこちら、河合製作所のストラットタワーバーですね。はい、まあ、多分ね、うちのチャンネル普段から見てもらってる方だと、まあこれどういう部品なのかご存知だと思うんですけど、これね、あのフロントのサスペンションの真上に付けるアイテムです。で、どういうメリットあるのっていうところだと思うんですけど、まあフロントのサスペンションの取り付け部の剛性が上がったりだとか、で、あとはまあ剛性が上がると、まあダイレクトにハンドリングしやすくなったり、で、その剛性が上がることによって、まあサスペンションに、加わる力っていうのも増えるので、ダンパーのストローク量が増えます。はい。で、そうすることによって、まあクッション良くなるって思ってるんですが、もしかしたら場合によっては、エブリィだと、ロールしやすくなっちゃうのかなっていう不安もあります。それはね、今後取り付けてみて、で試走してみて、これ使った方がいいか、それとも、まあ、つけない方がいいか確かめていきたいと思います。でも今日はね、とりあえずこいつの取り付けをしていきます。よいしょ。イメージとしてはここの上の部分がエブリィのサスペンションの上部なので、ここにこうバーを這わせる感じですかね。ね、まずじゃあこいつを外して、次にこいつを外していきたいと思います。よいしょ。ということで、こんな感じでちょっとずつね、上に引っ張れば取れます。で、あ、ここにクリップ残っちゃってるか、まあ、いや、後で取ります。こんな感じで、刺すタイプの、クリップが何点か止まってるだけなんで、まあ、ちょっとずつね、こう引っ張っていけば簡単に取れます。はい、あ、こっちにもクリップ残っちゃってるなこれ後で取ります。で、こいつを外すのは2点止まってる場所がありまして、まずこれですね、これね、まあ、化粧ナットみたいなもので、こうね、手で回して取れるんで、こんな感じで簡単に取れます。はい。で、あと、これね、これ。できればこういう細いマイナスドライバーとかあったら便利だと思うんですが、ここにね、差し込んでクッて上に上げればピンが取れるんですけど、爪が長かったら、まあ、必要ないかな。多分。取れるかな。ちょっと痛いけど、引っ張ればいけるはず。うん、無理無理でした、すいません。はい、できればこういうのをね、用意してもらった方が、楽ちんだと思います。
いやー、久しぶりの作業系の動画なんで少し緊張しますね。どれぐらいだろう、3ヶ月ぶりぐらいに撮影してます。はい、ほねほねさんっていうエブリィノリの YouTuber の方がいらっしゃるんですけど、撮影しながらの作業ってほんと大変って言ってたんですよね。はい、まあ、ほねほねさんってね、ベコが、仲良くさせてもらってる YouTuber の方なんですけど、かなりエブリィの知識があって面白いね動画を投稿してるんで、下のね動画の下の概要欄のところにリンク貼っておきますので、ぜひねほねほねさんの動画もチェックしてください。でなんだっけ、で作業動画って時間かかっちゃうので、ベコもねだいたいね作業の3倍ぐらいの時間はかかるっていう風な感じでいつも撮影してるんですよね。そうだから、このスワットタワーバーをつけるのは多分ね15分ぐらいで終わる作業なんですけれど、その3倍だから45分、まあ1時間ぐらいねかかっちゃうと予測してます。で1時間かかっちゃうと、もしかしたらね雨が降っちゃうかもしれないんで、ちょっとそれが怖いです。てな感じで、ごめんなさい、説明するの忘れてました。こんな感じでサクッと簡単に撮れます。はい、これは2点のさっきのクリップが止まってるだけなので、簡単にねこんな感じでねスライドさせて引けば撮れます。結構硬いな。かなり硬いな。はい、ということでね、ひとまずね取り付けは完成しました。でちょっとトラブル発生しまして、この内側のパネルですね、内張り、これをね戻そうとしたらこんな感じで干渉しちゃって入っていかなかったんですよね。でよくよくこれ取扱説明書なんですけど、説明書を見るとこれね、ここの斜線の部分は、カットしてくださいって書いてありました。これハサミでカットできるのかな。ちょっとね今ね工具がないので、本当はねベルさんとかでやっていきたいんですけど、
できるのかな。よいしょっとっていう感じで仕上がりこんな感じ、かなり絶妙かな、だいぶまあここギザギザにならないようにセットしたんですけど、ここほんとつらっつら、ちょっと干渉してるかなぐらい。もうちょっと深掘りしてもよかったんですけど、あんまりね深掘りしちゃうとカバーの意味ないかなと思ってこれぐらいに抑えてみました。結構ギリギリですねここ、はいっていう感じですね。でバーはこの間のところを通してで向こう側のところまで持っていきました。まずいまずいまずい、発煙筒戻しとかないとな。よいしょ、期限大丞夫ですよね、23年の6月。まだ大丞夫ですね。これ期限切れてると車検取んないんで皆さん気をつけてください。よいしょと。エブリの場合ね、足元にタワーバー設置するんで足元狭くなっちゃうんですかね。ちょっと乗ってみましょうか。よいしょっと。なんかね狭く見えると思うんですけど全然ね問題ないですね、結構上まで行けばもちろん当たっちゃうんですけど、全然邪魔にならないですね。結構狭く見えますよね。でねちょっと思ったんですけど、まあ、あんまり皆さんにはやってほしくないんですが、まあ、こんな感じで足をね乗っけるのにちょうどいい、ちょうどいいポジションです。はい、はい、ということでね今回の動画いかがだったでしょうか。今回の動画はエブリィにタワーバーをつけてみたっていうねそんな動画を撮影していきました。実は以前ね荷室のところにエレクターパイプでこう横に天井のところですねエレクターパイプをつけてみたんですよ。そしたらピラーバーの代わりになったかわからないんですがコーナー曲がるときに結構安定したんですよね。そこで、補強パーツってありかもって思ったんですよね。で特別エブリィで飛ばすわけではないんですがコーナー曲がるときにどうしてもねじれよじれふらつきみたいなのがあったのでタワーバーを調べてみたら結構ねレビューが良かったんですよね。それで今回タワーバーを取り付けてみました。はい、ということでね今回の動画がいいねって思っていただいたらぜひねいいね評価とチャンネル登録の方お願いいたします。それじゃあ今回はこの辺でバイバイ。